ああ亀太郎です。こんにちは、シャキです。あれ、ルルちゃん、ついてきたのね。たまについて出てくるよね。うちのワンちゃんのルルちゃんでした。それで、今回は鳥のささみのことを語っていきます。前回の動画でもエリちゃんが鳥のささみを食べてたよね。そうなのよ。今年になってから鳥のささみをあげてるけど、コメントにもいくつかそのことについて書いてくれてる人もいたから、ちょっと話してみようと思ったのよ。とりあえずこんな感じでカメクロスを食べる子にはカメクロスをあげてるのよね。他のカメクロスを食べる子たちはみんな旅立って行ったからね。おじゃやおじゃやおじゃや。未熟児だったシワシワくんもかなりたくましくなりました。すごい成長だよね。おシワシワくんが言った。おじゃや。しかも競り勝ったじゃん。すごいよね。けどこの2匹はカメクロスを食べるんだけど、相変わらずチビちゃんとチビスケは食べないのよね。食べないからビスカスハンバーグなどをあげて工夫していたんだけど、今年からなぜ鳥のささみをあげるようになったのか、今回の動画ではそれを説明していきますね。それではスタートです。次は大人の木星ちゃんたちにも餌をあげていきます。ルルちゃん、次はそっちに行くよ。こっちの子たちにはレプトミンスーパーをあげてるんだけどね。ただこっちの大人の木星ちゃんたちの中にも配合飼料を食べない子がいるのよね。だからこっちの子たちにもビスカスハンバーグなどをあげていました。それではなぜ鳥のささみをあげるようになったのか、ちょっと説明しますね。まずこの鳥のささみとビスカスハンバーグなんですが、どっちも500円くらいで、あんまり値段が変わらないんです。もともと生まれたばかりの子ザメのためにビスカスハンバーグを買ってたんだけど、食べない子が増えてくると結構値段かかるのよね。だからささみをあげるようになった一番の理由は経済的な問題です。ささみは筋の部分を取り除いてカメさんたちの口に入る大きさに細かく刻んでいます。マグロのたたきみたいで美味しそうなんだよね。まあそうよね。それでどんどん切っていくと、さっきの1パックでこれくらいの量になりました。それで切り終えたら袋に入れておきます。この袋に入れる時なんだけど、かなり薄くぺったんこにしないと大変なことになります。なんで？だって1回でも折って使うんだけど、分厚いと折れないし、折れても袋が破けちゃうんだよ。そうなのね。それは気をつけた方がいいね。うん。結局ビスカスハンバーグと大体同じ金額なんだけど、ビスカスハンバーグより大きな袋で1、2、3、4と4袋もできます。冷凍しておけば保存もできるし、いつでも使えるからね。うん、かなりお得だよね。ですね。ですね。それでは早速ささみをあげてみます。はい、どうぞ。とりあえずチビちゃんにあげます。ささみはビスカスハンバーグに負けないくらい食いつきがいいよね。うん、みんな食べるよね。上からシワシワくんが狙ってるよ。うん、ずっと見てるね。はい、どうぞ。お、降りてきた。あ、チビスケもやってきたよ。3匹で取り合い餌勝ち点だね。何？取り合い餌勝ち点って？うん、あんまり細かいこと突っ込まないでよ。あ、チビちゃんとシワシワくんのバトルが始まったよ。これ、筋が残ってたみたいよね。うん、そんな感じだね。結構激しいよね。うん、どっちが勝つと思う？うん、チビちゃんかな。あ、チビちゃんじゃん。けど、また追いかけていったよ。今
今のうちにこっそりちびすけにあげるね。はい、どうぞ。ほら、ちびすけ、早く食べなよ。気づかれたら取られちゃうからね。うん、いいよ、その調子。まだやってるね。筋が入ってたからよ。というわけで、こんな感じで、子ガメたちには好評な鳥のささみでした。ささみは、他のカメさんたちにも好評です。これは、エリちゃんなんだけど、エリちゃんも好きみたい。エリちゃんなんか、キボシちゃんより大きいから、結構食べるよね。うん、一番食べるかもしれないよ。たくさん食べて、元気が一番だね。そうよね。元気があれば、何でもできる。次は、大人のキボシちゃんたち。こんな感じで、大人のキボシちゃんたちにも好評です。ビッグママ、スイちゃん来たね。スイちゃんも、隣のタマちゃんも、池を作った時からいる立ち上げメンバーたちが最近かなり元気なのよ。そうなんだね。いつまでも元気でいてほしいよね。まだまだ若い者には負けないって思ってそうよね。一応先輩だしね。そのうち俺の若い頃はって言い出すと困るけどね。もうそうなったら老害だよ。っていうか、カメさんにそんなんないでしょ。あはははは、そうだよね。今度はてんちゃんも寄ってきたよ。てんちゃんも最初からいる立ち上げメンバーだからね。そうだよね。それにしても、餌をあげるとこうやって寄ってくるけど、どうやってわかるんだろうね。人影見て、餌くれるって思ってくるんじゃないの。あ、そうかもしれないね。あと、てんちゃんも、今から思うと、一番小さくて成長も遅かったのに、一番大きくなったよね。配合飼料も食べなかったのにね。うん。5年してから食べ始めた時には、びっくりしたよ。そうよね。けど、育ててる時は、いろんなことがあったけど、こうやって元気でいてくれると嬉しいよね。ですね。ですね。というわけで、関係ない話も多かったけど、大人のキボシちゃんたちでした。というわけで、今回は、なぜ、鳥のささみをあげるようになったのか、ということで、話をしてきましたが、いかがだったでしょうか？まあ、鳥のささみも、主食にするってなると、栄養が偏ったりするので、おすすめできませんが、たまにおやつ感覚であげるには、良いと思います。うん、食べる勢いも違うし、見ていて気持ちいいよね。そうだよね。あと、生肉は心配っていう方は、茹でるなどしてあげるのも良いかと思います。というわけで、鳥のささみについて語ってみました。もしかしたら、あなたのカメさんも大好きかもしれません。よかったら、試してみてくださいね。ということで、今回の動画は、これで終わりです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは、またねー。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。